おはようございます、たかしです。本日は6月4日火�曜日、ただいま9時25分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。7月からノートメンバーシップなどの値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば7月までに無料期間をお試しください。 URL は概要欄にあります。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からです。ここのところの動きを見ていますと、直近のこの高値 200.5 というところが意識されているのがわかりますね。その辺で現在は揉み合っているところ、下がってはいるんですが、かなり下ヒゲも出ておりますので、下がったところは変わりやすい底堅い動きをしておりますね。現在は高値圏で揉み合って、ここでの大きなダブルトップでの下落になるのか、それともここから上抜けしていくのかっていうところを見ているところです。ストキャスティクスは今下落気味、そしてマックディもデッドクロスしてきておりますので、もうちょっと上値は重いかもしれないですね。もうしばらくここでの揉み合いで、そこからの上抜けなのか下抜けなのかというところを見ておきたいです。現時点では下ヒゲが出ているので、買い圧力が強いのがわかりますと考えると、下がったところを買っていく押し目買いなんですが、 200.5 付近ではやはり戻り売りも入りやすくなってますので、下がれば買いですが、上がれば売りという、そういう相場になってますね。つまりは買い足でレンジを作っているということです。では4時間足です。4時間足レンジになってますね。直近のこの高値 200.5 付近が天井、そしてこのあたりですね、199円付近がその下限になっておりますので、その間での大枠でのレンジ、そして現在はストキャスティクスがゴールデンクロスしてきておりますので、昨日はそこからの上昇になってますね。直近の高値をこのまま目指してくるのかどうかというところですが、日足のインジケーターちょっと弱いので、もしかするとこの直近の高値まで到達せずに再び下落していくみたいな動きになってくるかもしれません。そうするとここでの三角持ち合いなんかを作ってくる可能性がありますよね。現在地から上昇していけばこのレンジ継続ですが、現在地付近から下落していったら、ここで三角持ち合いを作るような、そういう分かりにくい動きになるかもしれませんので、その場合はしばらくトレードは様子見がいいかもしれません。では1時間足です。1時間足はここに赤い水平線、そして先ほどの黄色のボックス、その上と下に赤い水平線を引いてますが、このあたりを意識しておくといいと思います。昨日は黄色のボックス上限からの下落、そして直近の安値付近からの反発、それからこの赤い水平線を上抜けて、現在はここからこの黄色のボックス上限を目指すのかというところですね。ただ先ほども言いましたように、日足のインジケーターがちょっと弱いので、ここから上昇するにしても上値が重い、そういう上がり方になってくると思いますので、分かりにくい上昇してくる可能性があります。現在は GMMA の青帯の上でサポートされているようにも見えますので、ここでサポートされるのであれば、ここからの上昇イメージ、そしてここを下抜けてくるのであれば、昨日安値ぐらいまでの下落のイメージをしておくといいと思います。その場合は今ここに赤い水平線引いてますが、この GMMA 付近にアラートを設定しておいて、ここを下抜けるとショート目線でのトレードを検討していく、そして現在地付近でサポートされるならロング目線で検討していくっていう、そんな感じでアラート仕掛けておくと分かりやすいかもしれませんね。トレーディングビューのアラート機能無料で使えますので、よければそのエントリーのタイミングを待つためにもアラート機能は活用していくといいと思います。ちなみにトレーディングビューの URL は概要欄に貼っておきます。先ほど4時間足でも言いましたが、大枠ではレンジですね。そのレンジの中で1時間足ではさらに細かく水平線が引きますので、その辺を意識しておくと本日のトレード分かりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。ドル円も基本的には上昇トレンド、その中で今高値更新をできずにダラダラと下落してきている途中ですね。現在はストキャスティクスの過熱感を解消に下落中と考えてますので、もうちょっと下落余地があるかもしれませんね。そうすると GMMA の青帯ぐらいまで、もう少し155円台ぐらいまでは下落してくる可能性は考えておきたいです。もし深めに下落するのであれば、この白いトレンドライン付近までの下落は考えておきたいです。では4時間足です。4時間足直近の高値にこのピンクのラインを引いてました。ここでずっとサポートされていたんですが、昨日の下落でそこ下抜けてきましたね。ということは今 GMMA の青帯の下にもありますし、基本的には上がったところからの戻り売りっていうのを考えておきたいですね。まずはピンクのラインぐらいまでの上昇、もしくは GMMA の青帯付近までの上昇、そこからの下落の流れをイメージしておいて、日足のトレンドライン付近までですね、155円か154円台ぐらい、そのあたりまでの下落をイメージしておくといいかもしれません。そしてロング目線の場合は、
このピンクのラインを越えてからの方がいいですね。ここを越えてからの次の上昇の流れですので、このピンクのラインが分岐点と考えておいて、このピンクのラインを上抜けられなければそこからの下落、上抜ければそこからの上昇っていう風に考えておくといいと思います。こちらもこのピンクのライン、このあたりにアラートを設置しておくとエントリーのタイミングが分かりやすいかもしれませんね。では1時間足です。先ほどのピンクのライン、ここにあります。1時間足ではレンジでしたので黄色のボックスを描いておりました。昨日はそこを下抜けできましたので、本日はこのピンクのライン 156.5 付近までの調整の上昇を待って、そこからの次の下落のイメージを持っておきたい。そしてこのボックスの中に戻されてくれば、再びこの赤い水平線とかこのボックスの上限を目指して上昇すると思いますので、まずは 156.5 を上抜けられるのかどうか、そこで反発するのであればそこからの戻り売り、そこを上抜けてくればそこからは上昇方向に動きやすいと考えておきたいんですが、今基本的に下落トレンドを作っておりますので、上昇方向にトレードするのなら GMMA の青帯を上抜けてからの方がいいと思います。そして分かりにくい動きをしているときはトレードは極力避けていくのがいいですので、分かりにくいところでトレードをすると損失が増えますので、そこはご注意ください。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。 FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。 FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。こちらは7月から値上げをしますので、ご興味があれば6月中にご登録をお願いします。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。